何それ入り口ちょっとちょっとそれ直に言うちゃねえで悪いねちょっと待って直に言うちゃねえで汚いから悪いねちょっと申し訳ねえけど、うん、直に打っちゃってみっともないからだから入り口汚れてるって言ったんだよほらこれ来るんだよこれ気持ち悪いご飯食うのに気持ち悪いああ気持ち悪いよこれあ何気持ち悪いよあどこへ持ってったんどうしたんおじいはなんで来たん座敷じゃないからもうあの子の家はなんで私がご飯食うのにそんな汚いもの持ってくるわけもう疲れちゃうよ見ただけで気持ち悪いよどこ行ったんあのおじさんどこ行ったんあティッシュあれだよティッシュにくるんでさ打っちゃってよこっち気持ち悪いよそんな汚ねえの入り口に髪の毛がいっぺいだなんてそんな持ってきられたってなんでこんなとこ私が食うとこよくん嫌なんなまったくもう気持ち悪い男だなあの野郎こんなとこ置いてくやついねえべいいよいいよ私がやるからいいもういいいいいいやるからいいいいいいいやいやいや気持ち悪い置いといていいよ悪いねもういいからいいからもういいよ嫌なんだよ嫌なんだよそうにやって打ち上げるのはもういいからいいからもういいもう向こう行っててくんないイライラしてくるからイライラしてくるから向こう行っててくんないねこんな人がねご飯食べるとこにねこんな髪の毛だらけのね直に打っちゃったら汚いよ気持ち悪いんだよもうこっち来ないでねイライラするからバカだね頭がねえ男だなムカつくこういうやつなんでここ入れるんだろうねね食べ物のパックになんでこんな髪の毛だらけの入れられるの普通の神経じゃないよだから頭いくんだよ一緒にいてだって汚いだんべこんな髪の毛だらけのね食べてるパックの中入れての気違いだねまるっきりああ気違いだこういう男だからだからいや私は常識が全然ない普通じゃない肝が入れたもうやだほんと腹立つ私ちょっとしたことでねすっごい気分が悪いもう気持ち悪いやだねなんでさ人がさご飯食べようとしてんのにさこんな髪の毛だらけの持ってくるんかね考えられないよ人間じゃないよこういう人は気を入れたよあまるちゃんいつもありがとう吐き気して咳からあ危ないねってあのね慎吾の部屋こんだけ汚れてるってね私がご飯食べるのにさ持ってきたんだよこれを髪の毛だらけだよすげえよねこれ髪の毛がいっぺくっついてるの持ってきた私が食べてるとこねなんでこんな持ってくるのほいでさ直に打ちゃるっつんだよ私こういうのね直に打ちゃったことないからね私ねいつもこういうもんにくるんで打ちゃるいくらね髪の毛でもね気持ち悪いでしょ打ちゃるまで髪の毛がいっぱいじゃね汚いね。やだね。私が食べてるのにさ、こういうものよく持ってきられるよ。普通じゃないよ、頭が。普通の人間じゃない。ね、だからやな。常識ないから。ほいでね、こういうものを捨てる髪の毛がいっぱいでもね、あれだよ。こういう、なんていうの？名前とかさ、こういう住所は、いくらうちあるもんでもさ、個人情報だからね、ちゃんとさ、切ってうちあらなくちゃダメでしょ。ね。掃除機かけないよ、誰も。
誰も関係ない。すごいよ髪の毛が、うん、私嫌なんだよね。自分が食べてるさ、蓋の上にさ鼻かんだの置いてる、嫌だね。常識ないね、すごいね。常識全然ないね、気持ち悪いね。私が食べるやつだよね。こうにやってゴミだってさ、ここにくるんでうちゃれば綺麗でしょね。いくらゴミだって髪の毛のままうちゃらないよ私。こら鼻かんだのとかこんなの平気だね。考えられないよ私、考えない。ほんで私が食べるね、蓋の上入れてるんだよこの蓋ね。私が食べきんなかったら蓋してしまうじゃない。こういうとこに平気で置く、うん、そういうとこ素足で歩くのって。そうだよ、汚いよ、掃除機かけてないよ、誰もかけてくれる人なんていないよ、うちはすごいよ。汚いね、気持ち悪いね、鼻かんだまでね。私もう嫌なっちゃった、これ全部食わなくちゃだよね、もうね。これ蓋してしまいないよね、もうね。ほんで私が食べるとこ持ってわざわざ見せてろ、この毛見てみって。やだね、この辺にも細かいんが起こってる、もう嫌だな、気持ち悪いよ、すごいね、普通の神経じゃないね、どう見てもあんなバカだからダメなんだよ。だから怒る、常識ないからね。常識ある人だら怒んないよ私。頭くる、何なのクズジジイ、ヘドジジイ、何なのジジイ、ムカつく。普通じゃないよあんたたちと住めねえ、気持ち悪くて。本当に何にもしねえんだから、男が毎日休んでんだから。どっちもクズ、クズ野郎だよ。ないかね、本当やることなくこと気持ち悪いかね。レンジなんかこぼしてもね、皿持ってきて洗わないの、レンジの皿ね、レンジの皿さなんかこぼしてもね、皿持ってきて洗えない、ただ拭くだけ、大拭きで。汚いね、レンジの皿ってさ、こぼれてたらさちゃんと持ってきて拭くでしょね、私さこのサラダ全部食べなくちゃ、この中に髪の毛入れてるね、食べきんなかったらこれ蓋してしまえるでしょ。そういう頭ないんかね。ね、食べきんなかったらさこれをさね、普通しまえるじゃん。この蓋もできないよ、汚いから。私ね、蓋打ちゃるもね、あれ一応洗うからね、汚いから。ほらこれ食べるんだけどさ、これの蓋の上に髪の毛、これ信号の入り口、こんだけ汚いってわざわざ持ってきて見せてる、人がこれから食べるっていうのに。考えられないよ、どういう神経してるんかなって、気持ち悪いよ。あんなの置かれたらさ気持ち悪くて食えないよね。こういうとこ拭かなきゃさ、わざわざ汚いものをさ食う人間に持ってくるわ、あんなの。普通の頭じゃないね、誰が考えたって。普通の頭じゃないよ、気持ち悪い人ある人たちと暮らしてんだから。もう気持ち悪いよ、ほんとムカつく。普通じゃないよ頭が。人がね、を食べようとしてるとこい、信号の入り口はこんな髪の毛があって汚ねえなんてわざわざ持ってくる、食べるぞこれ。普通の頭じゃないよ、あれもバカ男だよ。ダメだよあんな、休みのたんびやめてる、見てんのもね、植木はぎりやるなんて口前だからね。こんな涼しくなっても植木やらないよ。こないだここに来て言ったよね、いつも苦労かけてるから俺が植木はぎり全部やるからってね言ったよね、こんな涼しくてもやらないよ、パジャマ着てテレビ見てますよ、口とあれは反対ですからね、いつまでたってもまあいいや別にね。